スからグーテンタークおまーちゃんキッチンへようこそ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家の庭のズッキーニが毎日収穫できるようになりました。そして今日はオーブンで簡単にできる渦巻きズッキーニを作ろうと思います。では材料からご覧くださいね。まずこのズッキーニですけれども1本使います。これ結構大きいです。そして先ほども言いましたけど我が家の庭で採れたズッキーニで気がつかなかったらこんなに大きくなって、そして真ん中が膨らんでます。で多分ここに種がたくさんできちゃってるんじゃないかと思うんですけど、まあ開いてみて種がたくさんあったら取らなきゃ取るか取らないかその時決めます。そして玉ねぎ1個ですけども、もうこれは中の芯を取って両端を私はいつも切り取って中の芯を取るんですね。もう取ってある状態です。1個分使います。1個って言っても中がこんなくり抜いてあるので、適当に1個。そしてトマトですけれども 5、6個使います。そしてイタリアンパセリですね。これもよく洗ってもうキッチンペーパーで水気を取ってあります。そして卵2個、小麦粉を大さじ4ぐらい使います。で唐辛子油が小さじ1、このモッツァレラチーズとパルメジャーノレジャーノ、パルメザンチーズですね、これを使います。そしてあとは塩コショウ。このチーズの代わりモッツァレラだと味が柔らかいまろやかな味になるんですけれども、あとゴーダでもいいですし、ピッツァチーズでもいいですし、フェタチーズでもいいですね。フェタチーズだと何度も言ってるんですけど、フェタっていうのは塩分がすごく多く含まれているので塩加減に注意しなければならないですね。フェタっていうのは塩水で熟成されて作っているのですごくしょっぱいです。ですからもしこの料理に使うんでしたら、フェタだったら何か違うチーズと混ぜて使うのがいいと思います。フェタ一つだけだとすごくしょっぱくなると思います。モッツァレラですけれども、これは水について使っているのでこれを水切りします。水切りしてこのように少し網の上に乗せておきます。そしてその間に違うものの準備をします。まずズッキーニを洗って両端を切り取ります。皮は剥いてしまってもいいんですけど、私は皮はつけたままにしようと思います。ここだけゴロゴロしないように剥きました。でこれを薄く切ります。私この辺の膨らんだところが種がたくさんあるんじゃないかと心配しましたけれども、なんか大丈夫なようです。これ種があるとやりにくいです、この料理は。身が詰まったのでしています。なってしまった。これですけど5ミリぐらいの厚さに切るのがベストです。あまり薄く切るとこの中に詰め物をするので、あまり薄く切ると丸まらなくなるので、あまり薄く切らない方がいいと思います。
で最後もやはり皮を剥きます。こんな感じで、こちらも皮を剥きます。こんなの乾燥させてもいいですよね。これも乾燥させます。全部切れましたので、これをまず小麦粉につけて、卵液につけて、唐辛子油で両面焼きます。そうするとしなしなになります。小麦粉は大さじ4杯ぐらいでいいと思うんですけれども、まあこれ足りなくなったら足せばいいと思います。大さじ4杯ぐらいでやってみます。これもズッキーニの大きさによって違いますよね。卵液を作ります。卵2個を溶きます。これに塩を一つまみで、胡椒を少し入れます。ズッキーニをまず小麦粉にまぶして、ズッキーニは水分があるので小麦粉はつきやすいです。そして払って卵液に、そして今度はフライパンに、大きなフライパンに唐辛子油を敷きます。でこの唐辛子油なんですけれども、これラプスールっていう菜種油に乾燥した唐辛子を入れて作ったものです。まあ、簡単に作れますけれども、一応ビデオを撮ってありますので、よろしければそちらをご覧くださいね。でこのフライパンを温めます。そしてズッキーニを入れていきます。そして両面焼きます。ズッキーニが焼き上がりました。柔らくなりましたので、まだ熱いですから、これはこのまま冷まします。そんなにすごく冷蔵庫に入れて冷ますほど冷まさなくてもいいんですけれども、これを使って中に詰め物をしますので、あまり熱いと火傷したらいけないので、ちょっとだけ冷まします。でその間に中にの詰め物を作ります。パセリはよく洗ってキッチンペーパーで水気を取ってあります。これを細切りにするんですけれども、私のやり方はぐるぐると丸めて、そして切っていきます。さらに細かくします。そして容器に入れます。で今度は玉ねぎを切ります。もう先ほども言いましたけれども、玉ねぎの上と下は切り落として、そして芯も取り去ってあります。この芯は私美味しくないと思うので何とも言いますけれども、取ってるんですけれども、芯がない時や気にならない方はもうちょっと違う切り方がありますので、そちらをなさってくださいね。前にも説明したけど、ここの片方を取らないでくっつけておいて細切りにする方法があります。またいずれそれはご紹介しますけど、今日はこの切り方でします。ちょっとめんどくさいんですけどね、私は芯が嫌だからこうしてます。
1個分切ります。もう半分切って同じようにします。そして今度はトマトですけれども、トマトはサイコロ状に切ります。サイコロ状ってそうですね、4等分にしてこれをこんな風に切っていくだけです。4等分か8等分にして切ります。種に水分があるので、この種を取ってしまう人もいるんですけれども、私はもう平気でこれは入れてしまってます。皮も今回は取らないで入れます。だけどこの芯だけは取ります。でこのように全部、もうちもトマトを植えたんですけれども、まだ赤くなってないので、これはビオのスーパーで買ってきました。そしてモッツァレラも切ります。これに塩を一つまみ入れて、胡椒を軽く振ります。そして混ぜます。これだけでももう美味しそうなんですけれども、美味しいんですけれども、ズッキーニに入れて巻きます。そしてぐるぐるにします。ズッキーニが持てるぐらいな温度になりましたので、これに詰めます。そしてぐるぐると巻きます。こんな感じですね。全部巻き終わりましたので耐熱皿に入れました。今日はこんな感じに入りました。でこの上にパルメザンチーズを削って振りかけます。そしてこれをあらかじめ180度に熱しておいたオーブンに入れて15分焼きます。完成しました。
ズッキーニはドイツでは一年中スーパーで手に入りますが、やはり夏野菜なので今が一番おいしい時ですよね。たくさん安く手に入る時期なので、これからもいろいろ作っていきたいと思っていますので、ご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録すると見逃さずに済みます。よろしければ下の説明欄にホームページのリンクがありますので、どうぞご覧ください。チャンネル登録のリンクもクリックしていただけたらとても嬉しいです。では皆さん、お元気で。チュース。